なぐもふうかです。今回は、じゃーん、9点の目変わりで本当に良かったものをご紹介していきたいと思います。ねえ、私さ、9点大好きすぎて、購入めちゃめちゃしてて、VIP 会員に今回からなんかなってました。どういう特典なんやろ、これ。VIP。VIP。 9点の目代わり皆さん使ったことありますか？9点ってね、もともとちょっとね、お安いサイトなんですけど、そこから年に4回だけ 20% オフになる期間があるんですよ。それが目代わりで、今回だったら9月1日から9月9日までやってるんですけど、で、注意する点が全部 20% になるんじゃなくて、20% オフで買えるものは9個までなんですよ。こんだけカートに入れて全部 20% オフになるかって言ったらそうじゃなくて、1個 20% オフになるから、ちょっと高いやつを優先的に 20% オフに使って、で、9つ買えるけど、その一気に買えるんじゃなくて、メガ割の期間中第1弾、第2弾、第3弾があって、3回ずつクーポンがもらえるんですね。で、その期間中にお得に買っていくっていう感じです。伝わりましたか？お会計の時にクーポンが適用されているかしっかり見てみてください。で、私が購入したのがこちらです。 CNP のパック。 CNP ってね、できるだけ9点は公式で買うのおすすめなんですけど、 CNP はね、公式がなくて、パックを10枚10枚購入しました。こっちがホワイトニングアンプルマスクで、これはね、美白とかシワ改善、張り潤いがあります。このね、絵見たらわかるんですけど、美容液がたっぷりブリ入ってるんですよ。私はすっごいしっとりするから夜に使うことが多いです。こっちはレッドプロポリスアンブルマスクです。伝わりますか？中に美容液がひたひたで、伝わりますか？ほら、シートもこんな感じで、薄すぎずゴツすぎずで、肌にね、密着してくれるシートです。パック使いたいと思います。やばい、垂れてくる。それを垂れてくるほど美容液がすごい。目の周りは結構間が空いちゃうから、優しく、うん、それじゃあ待っていきます。はい、やってきました。伝わりますか？今からメイクするから、ちょっとね、チッシュオフして、余分な、伝わる、このもっちり感、お肌にめっちゃ浸透してくれる。皆さんからコメントで教えていただいたんですけど、パックの収納を縦にやってたんですけど、横の方がいいみたいです。じゃん、こんな感じで。次、オリーブヤングでフィミリニっていう、これわかりますか？韓国の有名なスポンジ売ってる、これ、じゃん、ブロー用のヘアブラシを購入しました。なんかね、シャンプーブローとかするときは、多分ドライヤー、これなんて言うんでしたっけ、先をつけた方がいいと思う。すごくないですか？こんな感じで。でもね、ちょっと大きかったから私はやるの難しかった、うん、すごい。私が買ったオリーブヤングでは完売してるっぽくて、これのちっちゃいやつも売ってました。次、薬局でも売ってるのかな。これも同じブランドで2セットになってるんですけど、700円のところ500円で購入しました。マジックカーラーになってて、どうするかと言ったら、根元を立ち上げたいところ、カーラーさせると、時間経つと本当にくるってなってて、私はね、前髪はこんぐらい取って、ちょっとの力で挟めるから嬉しい。片手でやりやすい。全体にマジックカーラーするんじゃなくて、この真ん中だけこするとね、時間経つとすごいふわっとなるから。はい、メイクしていきます。はい、次はじゃん、ジョーセンブルの下地を購入しました。これはね、ちょっと前から使ってて、お肌本来の華やかさを引き出してくれるやつで、でね、新しく買ったこちらの緑は、敏感で赤みのある肌トーンを均一に補正してくれる下地です。なんか良くないですか？歯科ケアが入ってて。で、どっちとも SPF50 プラス PA プラスプラスプラスです。明るさはね、どっちも変わんないかなと思います。じゃあこっちを緑にして、内側に。このパフで、こっちが歯科のグリーンで、こっちがピンクの方です。塗ってみた感じどうですか？私は違いわかんないです。ちょっと若干緑っぽいかな？ピンクっぽいかな？気のせい？
肌色が気になる方はこんな感じでお肌の中心とか赤みが出やすいところに塗ってあげてください。カバー力はないんですけど顔の明るさがさりげなくパッと明るくなるのでおすすめです。はい、次はじゃーん、気になってる方いますか？私もう2ヶ月ぐらい結構使ってるんですけどめちゃめちゃいいです。薄付きの方に本当におすすめ。私は一番白い色にしました。伝わるかな、この伸び、すごい伸びるんですよ。ツヤツヤって言ってもさ、ベタベタ嫌じゃないですか。ベタベタしてない感じ、なんか全体的というよりかはこのね、赤みが出やすいところ、赤みがあるところに、あと口角のくすんだところ、匂いもするんやけど、なんかいい匂い、いい女性の香りこれを資生堂のブラシでちょっとうっすら広げて、小鼻の赤みのスポンジでなじませます。うん、こんな感じ。そしたらこれもね、ちょっと前に購入したんですけど、え、これめっちゃいいの、これ、これこれこれ、イニスフリーのノーセバブフィッシングパウダー。イニスフリーといえば有名な緑のパウダーじゃないですか。これとどう違うかって言ったら、こっちはね、なんか火山灰の成分が入ってるらしくて、より皮脂に密着してくれて、より細かいみたい、緑よりも。ナーズのフェイスパウダーなんですけど、これフェイスパウダーにしてはちっちゃいやん。なんかね、小鼻のここの細かいところとかもやりやすくて本当に大好きです。本当にサラサラになる。サラサラって言ってもマットにならないのが好き。夏のめっちゃ汗かいている時でも、なんで崩れてないんですかってコメントいただいたんですけど、間違いなくこのおかげだと思って。こんな感じ。次は前から持ってるんですけど、クリオのハイライト、気になってる方いますか？クランクランクラン、このツヤ感すごい使用感ある、あって申し訳ないんですけど私の底見えコスメ、セザンヌとちょっと比べてみよう。全然違うね。こんな感じでピンク系とか、伝わるかな、ラメ系が好きな方はこっちがいい、クリオがいいか。今回はクリオを使っていきます。鼻先と、でもね、乗せてみるとね、そんなない。この感じいいよね。ちょっと塗ったらさ、グロス塗ったように見えるのが、はい、こんな感じです。こちらアミューズのチークを購入しました。私はチークは内側に塗るのが好き。ちょっとコーラルっぽいお色を購入しました。あ、かわいい、このベタベタ感がない。こうやってお肌になじませるとすっごいなじんでいいね。はい、眉毛が完成しました。そしたらリップ、リップ、リップ、韓国リップめっちゃ可愛いよね。まず1個目はこちら、アミューズのリューベルベット08番。アミューズの公式で買って2400円が1439円になってました。じゃあ乗せてみるとこんな感じです。このね、アミューズって発色っていうよりかは馴染みがすごくて大好きなんですよ。大人っぽく見える。私ね、マットかなと思ったら結構みずみずしい、でもツヤンツヤンっていうよりかは元からその肌っていう感じの、伝わるかな、あ、すごい、マスクに強いやつや。なんかこの色かわいい、買ったことないかも今まで。いい色に出会えた。クレンジングシートで撮ってみるとどうでしょう。おお、めっちゃ強い、めっちゃかわいい。これもね、めっちゃ可愛い。ロム&の公式で買ったんですけど、1600円のところ、1119円で購入しました。あー、可愛い、これも。いきまーす。いきまーすとか言って。マット。もうマットめっちゃ。なんかね、感覚はね、お粉塗ってるくらい、マット。はい、つけてみるとこんな感じです。次はね、ヒースの公式で買ったんですけど、人気すぎてやっぱ売り切れちゃってて、違うショップにはあると思うので気になった方見てみてください。見て、可愛くないですか？こんな感じで濃い赤とピンクのリップをヒースで購入しました。ちなみにティッシュオフするとこんな感じです。赤っぽいドス黒い色に見えるじゃないですか。結構ピンクっぽかったです。塗るのがちょっと難しいかな。うん、でもティッシュオフすると肌なじみがいいね。こんな感じです。ティッシュオフするといい感じ。じゃあね、今日はアミューズのリップにします。一番最初にしたやつ、これ一番好きかも。次はリップが整ったということでアイシャドウに行きたいと思います。アイシャドウね、私最近
ラメ入ってないアイシャドウがすごい好きで、クリオのパレットを久々に購入しました。これ09番です。クリオの公式で買って3440円が2152円で売ってます。オリーブヤングでさっき言ってたこのフィリリミ？なんやった？ここが鏡になってるアイシャドウのブラシセットを購入しました。ここのね、筆やっぱ柔らかくて好き。この色がね、めっちゃ好き。ちょっとピンクっぽい目に。うん、かわいい。いいね、これ。学校メイクとか、ラメとか苦手な方、本当に。可愛くないですかこれ。マットでアイシャドウ感がない感じ。めちゃめちゃ捨て色なくないですか。このちっちゃい筆で。マスカラに行きます。マスカラはじゃん、ロム&です。なんかね、私2色買ってみたんですよ。新色かな。こっちがロングアッシュとこっちがロングヘーゼルです。どっちもロング。みんなどっちが好き。じゃあ私は両目違う方にやってみようかな。これ本当に伸びるよ。ロングっていうだけあって感じで、まつげとまつげが束になりやすい。だから下まつげとかにはめちゃいいね。ね、鼻の下伸びる違いわかりますか私はこっちのロングアッシュ派かな。こっちこっち。ラストメイクはベリーアイシャドウっていう、こういう鉛筆タイプになっているラメなんですよ。これをちょっと目の下に。え、やりやすい。これいいかも。うん、こんな感じで。え、いいね。これ大好きかも。あ、ぷっくりする。よし、やった。これじゃあちょっと撮っていきます。だいたい30分ぐらいやったかな。あ、めっちゃカールされとる。めっちゃカールされたこんな感じで、うん、いいね。わかりますか、このボリューム感。ちょっとふわってなったな。いいね。ちょっと待って。これめっちゃおすすめ。根元を立たせるやつなんですけど。こんな感じで終了。どうですか？今日のメイク。ちょっとピンクっぽくメイクしてみました。で、もう一つあって、もう一つが、こちら。あ、今日の格好に合いそう。実はこの帽子、黒持ってて、大好きすぎて2色買いしました。バザルってとこの韓国のブランドの帽子で3600円から2899円で購入しました。もう黒はずっと使っとって、あ、ちょっと硬いなと思ったけど、ずっと使うと頭馴染んでくる。こことかすごい硬いけど、これ大好き。この帽子めっちゃお気に入りやし、どのお洋服にも使いやすいから本当におすすめです。私が2色買いしたくなるほど大好きな帽子です。シンプルやから本当にいいよね、これ。キャメルは明るいお色に合うね。こんな感じで終了。本当に良いものを購入できたので参考にしてください。いや、そういえばこのシーンのお洋服お気に入り。なんか顔明るく見えるね。夜やけどさ、すごい顔明るく見える。はい。